こんにちは、まなぶです。今回は会社が退屈なら早めに辞めましょう。こういったテーマでお話をしていきます。で先日にこういったツイートをしました。で読み上げていくと、会社が退屈なら早めに辞めましょう。今後は我慢して働くという生き方だとかなり損します。というか、すでに45歳ぐらいが大企業からリストラされまくっており、無念。なので、まずはストレスを減らし、時間をかけて自分なりの生き方ですね。これを、模索した方が良さそう。日本人は勝ち組なので余裕。こういったツイートです。で今回の動画に関しては、まあもうシンプルに会社退屈だったら、また多分今後の時代を考えた時に、まあ、多分やめた方がいいですよっていう、まあ、そのあたりっていうのをお話ししようと思います。であと、動画の後半では行動力を高める方法というか、まあ、会社辞めるのって結構その大きな決断に思えたりするじゃないですか。でも意外とそんなことないので、どうやったらその心を軽くしていけるかみたいな、まあ、そのあたりっていうのを、踏み込んでいこうと思います。というわけで早速本題なんですけど、会社退屈なら辞めるべきですね。で、理由っていうのが、こちらの通りなんですけど、上から順番に、退屈だと成長できない、会社にいても安定しない、高ストレスだと体力消耗する、付加価値がないと超しんどい、耐えてる理由があまりないっていう感じですね。でこれちょっと順番にサクッと解説しようと思うんですけど、まず一つ目っていうのが、退屈だと成長できない。でここに関してが、正直一番大切だと思うんですけど、じゃあなんか例えば、僕の例を出していくと、僕って多分 YouTube とか、あと、ブログとかプログラミングとかっていうので、まあ、ある程度こう稼いだりできたんですね。でじゃあなんでそもそも稼げたかっていうと、まあ、その作業自体っていうのが普通に楽しかったからです。で例えば YouTube とかだと、最近まあ YouTube トレンドとかって言われたりするじゃないですか。で僕もともと別に YouTube とか YouTuber とか全然知らなかったんですけど、あトレンドなんだみたいな感じで始めてみたら、まあ、結構その楽しかったんですね。で楽しかったから朝起きたら YouTube のこと考えるみたいな、ランチ中も YouTube のことを考えるとか、寝る前も YouTube のことを考えるとかっていう感じで、ちょっと今噛みまくってたんですけど、まあそんな感じになってるんですね。で、そうなると、思考する時間が増えるじゃないですか。そうすると、成長につながるっていう感じです。で、一方で、じゃあ僕昔その営業していた時代の話を多分過去の動画でちょろちょろしてるんですけど、じゃあ営業の時僕全然成果出せなくて、それで言いたくてもう逃げたんですね。で、その時どんな感じだったかっていうと、もうとにかく、辛いなとか、もうやめたいなとか、あと、まあ、当時満員電車乗ってたんで、満員電車なんでこんな辛いんだろうみたいな。自分の人生本当にこれでいいのかなみたいな。まあ、そういうことばっか考えてたんですね。だから、まあ、それは成果出ないですよね。で、なんでかっていうと、その営業で多分成果出してる人っていうのは、どうやったらお客さん買ってくれるだろうとか、どうやったらその目の前のお客さんをこう、心を動かせるだろうっていう、まあ、そっちに頭使ってるじゃないですか。でも昔の僕っていうのは、辞めたいとか、胃が痛いとか、なんか電車辛いとか、電話も辛いとか、あとなんか、この、襟がきついとか、まあ、当時なんていうんですか、ワイシャツでしたっけ、スーツか、まあ、スーツ着てたんで、まあ、ネクタイとかもしてたんですね。でネクタイとかも今結び方を忘れちゃったんですけど、まあ、そういうのがまあすごい嫌だったんですね。で嫌なことばっか考えてたから、まあ、もちろん成長できないっていう、まあ、これと一緒で、まあ、もしこの動画を見てる方で、まあ、多分明日仕事じゃないですか、でうわ明日の仕事マジだるいなみたいな、まあ、そういうふうに思ってる方がいたら、まあ、多分その環境ってあんまり成長できないんですよね。だから、まあ、できれば、まあ、やめた方がいい。で、なんでかっていうと、成長できないと結局、それって自分の首を将来的に締めることになるじゃないですか。だから、まあ、そこに、滞在していても、まあ、結構時間もったいないですよね。まあ、なので、基本的に会社は、まあ、つまんなかったら辞めた方がいいと思うんですけど、じゃあ、一方で、まあ、成長できる状況の会社っていうのもあると思うんですね。まあ、環境がいい会社ですね。で、こういう環境ってどんな感じかっていうと、まず第一にすごい重要なことっていうのが、まあ、その仕事が好きかどうか。まあ、これがすごい重要だと思うんですよね。例えば、まあ、一見するとしょぼいというか、あんまりその楽しくなさそうな仕事だったとしても、まあ、そこにめちゃくちゃやりがい感じてる人とかいるじゃないですか。だからそういう人ってもうシンプルにもう人生の幸福度上がるじゃないですか。だから、まあ、そこがすごい重要ですよね。で、多分、まあ、一見すると単純作業な仕事だったとしても、そこにめちゃくちゃ頭を使ってるんだったら、まあ、それなりにその人の本人の成長っていうのはあると思います。だからここがまず大切で、で、プラスでもう一つ挙げるとしたら、シンプルに、上司を尊敬できるかどうか、もしくは、経営者を尊敬できるかでどうか、まあ、ここ大切だと思っていて、僕は学生時代に IT 企業でこうインターンシップみたいなのやっていたんですけど、まあ、そこ行った時も驚くほどに超成長できたんですね。まあ、スキル的にももちろん成長して、人間的にも成長できました。で、1年間そこで結局働いていて、僕はまあ、新卒の時に海外に就職をして、そこ1年経たずに辞めちゃったんですけど、人生で一番続いた仕事っていうのが、まあ、そこのインターンシップなんですね。で、なんでそういう状況だったかっていうと、もうシンプルに社長のことを尊敬していたからですね。で、その社長の、まあ、働き方とか、まあ、考え方とかっていうのを全部こう取り入れたいと思っていたので、まあ、超圧倒的成長みたいな、まあ、こんなことができました。
まあ、ただこの動画見てる方で、会社が退屈だって思う方だったら、まあ、多分そこにいる上司とかって多分そんな尊敬してないと思うんですよね。だから、まあ、結局辞めた方がいいよねっていう、まあ、こういう話ですね。で、以上が、理由の一つ目なんですけど、ちょっと二つ目を進んでいくと、会社にいても安定しないってことですね。で、ここに関して、最近って結構、なんていうんですか、有名な企業、大企業がすごいリストラをしていて、45歳以上がリストラされてるっていう、これ知ってますかね。で、具体的な名前を出すと、こちらの通りなんですけど、コカ・コーラ、キリン、日本ハム、NEC、富士通みたいな。まあ、他にも、あったりするんですけど、まあ、こういった感じで、まあ、コカ・コーラみたいな、富士通みたいな。まあ、富士通とかも NEC とかも多分、僕が就職活動していたのって今から6年前とか、まあ、それぐらいなんですけど、まあ、その頃に僕が多分富士通とかに入っていたら、まあ、親とか大喜びだったと思うんですよね。で、まあ、僕はそういうのを無視して普通にセブ島に就職しちゃったんですけど、まあ、ただ、親世代がめちゃくちゃ喜ぶ、まあ、コカ・コーラとかももう超大企業じゃないですか。もうなんかグローバル企業ですよね、完全に。でもそういう場所が、45歳以上っていう、まあ、その年齢に対して、まあ、リストラをしてるんですね。で、まあ、なんでリストラしてるかっていうと、結局、まあ、コスパ悪いんでしょうね。その、まあ、すごい今直接な的な表現になっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、45歳とかってなると、それなりに給料を渡さないといけない。渡さないといけないけど、彼らってその給料分働いてなくて、むしろ若い人にそれぐらいの給料を渡した方が、彼らの方が頑張るじゃん、みたいな。そしたらこっちの人たちいらなくねみたいな。まあ、結局そうなっちゃってるわけですよね。これ僕の感想というか、その実際に企業がリストラを始めていて、まあ、ニュース調べれば出てくるんで、まあ、そういったまああくまで事実なので、まあ、こういう時代っていうのは、まずこの動画を見てる方っていうのは、まあ、知っておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、続いて理由の3つ目っていうのが、高ストレスだと体力を消耗してしまうこと。で、これも、まあ、結局何が言いたいかっていうと、まあ、会社で働いて、で、それで帰宅したら、例えば何か勉強するとか、会社のこう行き来の時間にこう勉強するとか、あとは会社帰ってきたらなんか副業頑張るとかっていう感じで、現代で結構成果伸ばしてる人って、まあ、会社だけじゃなくて他の活動も結構頑張ってると思うんですね。こう両軸で頑張るみたいな。じゃあなんでそういうことができるかっていうと、シンプルに、会社がある程度楽しいというか、会社が多分そこまでストレスじゃないと思うんですね。で、要するにどういうことかっていうと、ちょっとこちらの画像を見てほしくて、これが、ストレスの高い人とストレスの低い人の比較ですね。で、ストレスが高い職場にいる人、まあ、仕事超つまんねえ、上司うぜえ、みたいな。なんか、同僚が嫌がらせしてくるみたいな。まあ、こういう場所にいると、保有してるエネルギーに対して、まあ、その作業をしていくと、こう、エネルギーが減っていくわけじゃないですか。でもその作業中に、まあ、イライラするとかっていう、まあ、感情のエネルギーが出ちゃいますよね。で、その感情エネルギーっていうのが、自分のエネルギーっていうのを奪っちゃってるんですね。まあ、なので、これ、まあ、典型とか満員電車とかだと思うんですけど、満員電車って乗るだけでもめちゃくちゃエネルギー消費するじゃないですか。だから朝起きた時ってエネルギーこれぐらいなのに、満員電車乗ったら、なんかこれぐらいになってみたいな。で、会社でさらになんかストレスを感じてこれぐらいになるみたいな。でも仕事できんのここのエネルギーだけじゃんみたいな。まあ、こういう状況になってしまうので、もうこう、ストレスが高いっていうのは、まあ、単純になんていうんですか、まあ、病気のリスクとかももちろん上がりますし、まあ、そこに耐えていても、ま、しょうがないのかなっていうふうに、まあ、しょうがないというか、まあ、やめた方がいいですよね。っていうふうに思います。で、続いて理由の4つ目っていうのが、付加価値がないと今後の世界って超しんどいって話です。で、ここに関して言うと、僕最近ま、いろんな本を読んだりとか、あとなんか経営者の人の言ってる言葉とかですね、まあ、そういうのを見ていて思うんですけど、まあ、シンギュラリティってわかりますかね。その、今って、人間の方が、まあ、AI とかよりも頭いいじゃないですか。でも、2030年とか2040年とか、まあ、それぐらいになったら、機械がこう、完全に人間をこう、抜かすっていう、まあ、そういう時代がもう、ほぼ確実に来るんですね。で、その時代ってのことを、まあ、正確に予想することはできないとは思うんですけど、まあ、ただ間違いない事実として、人間は確実に AI に負けるっていう、その頭脳の点ですね。っていうふうになっています。で、そうなった時に、まあ、今そこにこう、着々と近づいていってるわけなんですけど、なんていうんですかね、そうなってくると人間の単純労働っていうのはまず間違いなくなくなっていくし、あとなんかそういうなんていうんですか、いやいや働いてるような仕事みたいな、まあ、そういうのもどんどんなくなっていくと思うんですね。で、世の中的にはこういった、その AI が人間に置き換わるみたいな、まあ、そういう話をしても、いや、そんなまだ先の話でしょって結構言われたりすると思います。まあ、ただこれ僕が思うに、世の中が想像しているよりも、相当早く来るんじゃないかなと思っていて、驚くべきスピードでその時代に近づいていってると思うんですよ。だから現時点で、あまり付加価値の生まない仕事とか、あと全然やりがいを感じていない仕事で、こういう、なんていうんですか、人間的に成長できていないと、そうなってくると、この先の
未来っていうのはかなりハードモードな人生になるっていうふうに、まあ、僕は考えています。まあ、なのでそのためにも、まあ、もちろんその今すぐにつまんない仕事を辞めるのはきついかもしれないですけど、まあ、未来はそうなる、まあ、遅くとなんていうんですか、基本的に20年後とかって言われたりしてると思うんですけど、まあ、20年後だったら、まあ、僕今30歳ぐらいなので、まあ、50歳とか、まあ、でもそれより早くなると思うんですね。で、仮にじゃあ15年後とかだとしたら、まあ、僕はちょうど45歳とかになってるんですけど、まあ、この動画見てる方でも多分僕と同年代の方多いと思うんですね。ってことはもう結構45歳ぐらいでもう AI にこう、AI とこう人間がこう、なんていうんですか、脳みそが入れ替わるというか、まあ、AI がこう完全に抜き去るわけじゃないですか。で、その世界を、まあ、見据えながら今の働き方っていうのを考えていった方がよくて、そうなってくると、まあ、やっぱりどう考えてもつまんない仕事とか、なんていうんですか、成長できない場所っていうのは、まあ、離れた方がいいっていう、まあ、こういった感じです。という感じで、今、理由1、2、3、4って進んできたんですけど、一番最後の理由の5つ目っていうのが、まあ、そうなってくると、じゃあそもそも今耐える必要ないよねっていう、会社はしんどくてつまんなくて、なんかそういう状況で、苦痛に耐えてまで月30万もらうためになんかそこで耐えるみたいな。まあそういう理由ってあんまりないと思うので、だからやっぱりやめた方がいいっていう。まあなんか今回やめた方がいいっていう言葉を言いまくってる動画なんですけど、まあ僕本当にこれ本心か思っています。で、よくツイッターとかで言われたりするんですけど、僕とか、まあフリーランス系の人とかがなんか会社つまんないならやめろみたいな。まあそういうツイートをすると、まあよく叩かれるんですね。お前責任取れるのかとか。まあ僕も何回も言われてきたんですけど、で、まあそこに対して僕は思うことは、お前責任取れるのかっていうふうに、まあこう怒ってくる人いるじゃないですか。で、そういう怒る人も別になんか責任取らないじゃないですか。仮になんか僕がその辞めろって言って、で、その辞めた人がその後、まあうまくいくかもうまくいかないかもわかんなくて、で、それに対してもちろん僕は責任は取れないですし、でもその一方で、まあ僕の発言に対して怒ってる人っていうのも、その人もまあ誰にも責任を取ってないわけじゃないですか。だからそうなってきたら、まあ50歩100歩というか、まあどんぐりの背比べみたいな感じなので、まあだからまあ結局、なんていうんですか、まあ20歳とか過ぎたら結局自分の人生なんて自己責任で生きるべきなんで、まああくまで今回僕が話している内容っていうのは、もちろん僕が発信している内容は全部自分の本心で話しています。本心で話してるんですけど、まあただ決断して行動するのはこの動画を見ている方、まああなた自身ですみたいな。まあこういった感じですね。はい、というわけで以上が動画の前半となっていて、まあ会社つまんないって言ったら、まあ多分今後のために辞めた方がいいですよっていう、まあそういったお話ですね。で、ここから動画の後半にかけて心を軽くする方法というか、まあそもそも前提条件として昔の僕もそう思ってたんですけど、まあ会社辞めるのって結構大きい決断じゃないですか。てか多分大半の人からしたら、まあ会社辞めるのめちゃくちゃ大きい決断です。で、なんでかっていうと辞めた瞬間にまあ完全にもうニートとかになるわけじゃないですか。で、ニートになったら月曜日か金曜日、しかも朝起きて夜中まで何もすることはなくなるっていう、まあそれぐらいもう完全なる自由になるんですけど、まあそこまでこう一気に環境が変わってしまうと人間ってやっぱりこう恐怖を感じるというか、まあ現状維持バイアスでしたっけね。確かそんな言葉があるんですけど、まあ人間ってその現状を維持することに結構こう固執しちゃう、まあ生き物だったりするんですね。まあそうなってくると必然的にまあ会社辞めるのリスクあるとか、まあ実は会社いる方がリスクあったりするんですけど、でも現状維持バイアスがあるので会社辞めるのは怖いみたいな、危ないみたいな、まあそういう思考になっちゃうんですね。で、こういった思考っていうのを僕は結構早い段階で捨てることができて、まあただ当時のリアルな心境っていうのを言ってしまうと、いや会社ちょっとつまんないからやめたいなみたいな思いつつも、まあ、ただ待てよみたいな、もしここで会社を辞めたらこっから、まあ、その当時僕26歳とかだったん で定年まで例えばじゃあ35年間ぐらい、35年間も全部自分で生活費を稼がないといけないのかみたいな、自分で35年間稼ぎ続けるって、まあ、どんだけしんどいんだよみたいな。まあ、その当時って僕給料安かったんですけど、まあ、月手取りで15万とかですね、これぐらいっていうのはまあ、普通に働いてれば自分の成果関係なしにこう会社ってお金入ってくるわけじゃないですか。で、その状況にいたんですけど、まあでもどうしようかなみたいな、本当にぶっちゃけ辞めたいけど、で辞めた後にそんななんか稼ぎ続けられる自信がマジでないみたいな、すげえ怖いなみたいな、めちゃくちゃ思ってたんですね。まあ、ただ最後はもうやっぱり勢いで辞めてしまって、で辞めた結果、あ、辞めてもなんとかなるなみたいな、まあ思えたんですね。で、その時にこう辞めるこのぴょん、ぴょんというか、まあ、ジャンプするような、その意思決定ですね。まあ、それができた理由っていうのが、やっぱりその海外に住んでたってことが一つ大きな要因だったかなと思っていて、で、それに関してちょっと先日、こういったツイートをしたんですけど、これが、海外での日常、インバンコクですね。で、会社辞めた時は僕はフィリピンのセブ島にいたんですけど、今はバンコクにいて、で、バンコクとか、まあ、フィリピンも似てるんですけど、どういう状況かっていうと、まず働かない人が多い。
あとは、店員ですね。店員が遊んでいる。あと、物理的に人生、物価的に人生余裕。物価基本安いんで。であと、幸福度が高そう。お金持ちは別次元みたいな。まあ、こんな感じで、まあ、基本、日本と比べるともう激ゆるなんですね。で、日本ってやっぱ厳しくて、で、例えばその、一つ例を挙げると、スーパーとか行ったら、日本だったらレジの店員がこう、みんなこう、ピチッとちゃんと立ってるんですか、ある程度。で、海外とかだったらみんなそもそもこう、椅子に座ってますし、椅子に座りながら、その、レジ同士でこう、遠くで会話をしてるとか、まあ、そういう状況なんですね。で、まあそういった感じで、まあ働いてない人ももちろん多いですし、まあそういう環境にいたので、まあ会社が人生の全てじゃないな、みたいな。まあそういう感じで辞めれたっていうのがあります。で、あと、よくある話として、なんかアメリカ人と日本人の比較みたいな。で、日本人がこう、電話とかをこう受けて、それで、あ、わかりました、わかりました、みたいな。まあこういうふうに真面目に働いてる一方で、なんかアメリカ人はなんかこんなふんぞり返りながら、あ、OK、みたいな感じで。で、それでなんか定時ですぐに帰って、で、なんか夜はパーティーみたいな。まあこんな感じでその日本と海外の比較の話とかって結構あると思うんですけど、まあこれって、なんていうんですかね、実際に海外に行くと、まあ、本当なんだっていうのはすごいわかるんですね。で、昔の僕っていうのもそういった海外の映像とかを見て、あ、アメリカ人ってこういう考えしてんのかとか、なんか全然日本と違うなみたいな、まあそういうふうに思ったりしてたんですけど、それって自分ごとにできないじゃないですか。なぜかっていうと自分は日本人だし、自分は日本に住んでるからです。で、一方で自分は日本人だけど海外に住んでみる。もしくは海外に長期間行ってみる。まあこういう経験をすると、あ、本当に海外の人って、価値観違うんだっていうの分かってくるんですね。で、そうなってくると、あ、自分もなんか会社とか辞めても良さそうだなとか、っていうふうに思ったりもします。で、ここでもちょっと一つだけエピソード話したいんですけど、で、先日に、こっちでちょっと会社経営をしている友人がいるんですね。で、その友人日本人なんですけど、で、そこで、その友人は日本人で、で、タイ人のスタッフっていうのをや雇いながら、まあ、会社やってるんですね。で、そこで、タイとかって結構そのトヨタの駐在員とか多いんですよ。だから僕の友人の、会社と、あとトヨタの駐在員。まあ、駐在員の人がその僕の友人の会社の方に行ったんですね。で、会社行った時に、まあ、そこでその、お茶組みしてくれるタイ人のスタッフとかいるじゃないですか。で、そのスタッフっていうのが、まあ、結構こう、ゆるゆるに生きてる感じなので、まあ、そのスタッフ、その日、ま、遅刻してきてたらしいんですね。で、それで、それに対して、トヨタの駐在員の人が、いや、お前遅刻なんかしちゃダメだろ、みたいな。遅刻なんかして、その、会社に迷惑をかけて、で、それで、まあ、社長に怒らないのか、みたいな。まあ、そういうこと言ったらしいですね。で、それに対して、じゃあ、タイ人のその、まあ、女の子のスタッフなんですけど、どう答えたかっていうと、いや、お前、なんか、それを聞いた瞬間めっちゃ爆笑してたらしいですね。で、笑いながら、いや、なんか日本人ってみんなそういうこと言うけど、私たちはめちゃくちゃ人生楽しんでるし、そんな仕事が全てじゃないよ、みたいな。昨日はちょっと夜まで、朝まで遊んじゃったから寝坊しただけ、みたいな。ははみたいな感じで。まあ、結構そのタイ人とかフィリピン人とか、まあ、こういう価値観だったりするんですね。で、日本だったら、まあ、正直ありえないと思うかもしれないんですけど、僕、アメリカでもちょっと働いたことあるんですけど、まあ、働くまで行かないんですけど、まあ、職場見学とかもそのレベルですね、やったことあるんですけど、まあ、向こうも結構そうなんですね。もうみんな本当に、まあ、人生のメインっていうのは遊ぶこととか、人生をこう楽しむことが大切みたいな。まあ、タイもそうですし、フィリピンもそうですし、アメリカとかはまあ、基本そうなんですね。で、日本だとやっぱりその、真面目にならないといけないとか、なんかその、職場で、遊んじゃダメとか、まあそういう価値観だったりするじゃないですか。だから、この動画見てる方で、なんか会社を辞めの怖いなとか、なんか次のチャレンジするのどうしようとか、まあそういうふうに思う方がいたら、まあちょろっと海外に出てみるっていうのも、かなり、心を軽くする上でいいんじゃないかなっていうふうに思ったりもしてます。まあなので、僕が思うに会社辞めるとかって、人生って多分今だったら、まあ80年ぐらいあるわけじゃないですか。で、80年あって、そのうち、まあ仮に会社辞めて1年2年ぐらい、まあニート期間とするじゃないですか。でも80年のうちの2なんて80分の2とかじゃないですか。まあめちゃくちゃちっちゃいので、まあ会社辞めるとかってまあ言ってしまえばそれぐらいちっちゃい決断なんですよ。だからあんまりこう気負いというか気を負わずに、まあなんかこう、なんていうんですか、まあだるいししんどいし、まあ一旦やめてみるかみたいな、まあそれぐらいでもまあいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。はい、というわけで今回これぐらいにしようと思います。で、僕のチャンネルでは普段こういった感じで、まあ個人のキャリアに関する話とか、あと基本的には稼ぎ方に関する話ですね。で、これについて配信をしています。で、もし今後なんか個人で稼いでいきたいとか、なんか人生もう少しなんか自由にしてみたいみたいな、まあそういう方いたら、チャンネル登録しておいていただけると、まあ稼ぎ方に関する話とか、あとまあ海外のなんか生活の話とか、まあこういう映像とか、まあこういうノウハウっていうのを聞くことによって、まあ徐々にこう行動していけると思うんですね。
だからぜひチャンネル登録しておいて、まあ、気になったやつだけでいいので見ていただけたら嬉しいです。で、あと、この動画のいいねボタンですね。あれを押してもらえると、僕の、モチベーションが上がります。なので、それもぜひよかったらお願いします。というわけで、今回これぐらいにします。さよなら。